はい、ということでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もウォロンフォールンダイナスティ続きからやっていきたいと思います。で DLC 第3弾もいよいよ2つ目の戦場ということで、なんだこれ炭鉱にじむ交渉でいいのかな、弾薬の赤がにじんでいる交渉ということでしょうね。突如現れた劉備夫人は妖魔を従える異想の男に目をつけ単身調査をしていた。彼女によるとその正体はかつて死んだはずの炎術であり、慶州の後輩に深く関わっているようだ。共に炎術を追い行き着いた先では岩肌の内部へと続く道が怪しく口を開いていたということで、怪しい口の中に女性と二人侵入していきたいと思います。というわけでやっていきましょうか。はい、さてやっていきましょうか。というわけでここからスタートだね。前回で終わったところはこの辺だったよね、確かにね。というわけでいきましょうか。まあ進むべきところは結構いろいろあるけど、まっすぐ行って、まあとりあえずこっち行って雑魚を倒す。でそこにいるネズミを、はい、しっかりとやる。なんでだよ、なんでこっちにロックオンしてんねん。私違うんだよな、違うんだよね。あぶねえ、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 行っちまうとこだったよ。あ、てか郵送系の装備手に入って、ちょっと待って装備変えるわ。郵送装備着たいんだけど、ちょっとステータスが足りねえな。全身を郵送で揃えるにはなかなか足りてないね、ステータスが。よし、このやつ、あ、どんどんこっち。こっちが来てないよね。あ、これメインルートじゃねえな。アイテム。アイテム。あ、なんだこれ。解雇する。男領主の、なんちゃら。防備じゃなくて物資か。これだね。消化の鉱脈で拾った干渉。牢に捕らえてた男の主権だ。かつてこの山は俺の庭だった。岩肌にわずかに顔を出した赤い輝きを見つけた時はこれは吉兆と喜んだものだ。牢でただ死を待つ身となった今、まさか再びその光を見ることになろうとは。人ならぬ者どもに掘り起こされ、怪しくこの身を照らす光はまさに邪悪そのもの。あれは強調だったのだな。気づくのが遅かったね。というわけでいきましょうか。僕もムチを使っていきたいところだけど、あそこにいるやつ、とりあえず上から制圧していくのは順当って感じだな。そこにいる、お主華麗に決めてやりたかったけど全然華麗に決まんなかったわ。華麗に決めたかったんだけどな。気持ちはあった、ずっとそういう気持ちはあった、華麗に決めたいという気持ちはね。はい、だから僕だけ、はい、開きます。でこの下にいるよね、君だよ。はいはいはい、よし。おっと、こんなとこにもこっちがいると。はい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 、よし。おっと、嫁もやるっすか。はいはいはい、でこれは向こう側からしか開かないパターンだな、やっぱりね。知ってたよー、それを向こう側行けないか。はい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 、後回しといったところでしょうかね。信じられない、両端兵がまるで甲府のように。この地の者たちは全て炎術に操っているというの。ビシー、そうなんか。事態は深刻みたい。そのようだね、事態は深刻ならば俺が解決するだけ。いいじゃん。え、まだいる？どこ？誰に見つかった今？のせいかな？ああ、お前か。はい。そい。よし。そいそいそい。ああ、れれれれ、みんな。俺の餌食だな。ああ、上にいるやつね、いるね。となるとだ。まあ、下で、引っ張ってくるのはいいかな、まずは。あれ？はい。あら、当たらない。よいし
よし来て。気を抜かないこと。そう、ついの分かってるからこそ。はいはいはい。そういうの分かってるからこそ引っ張ってきてるわけ。ちょっとみんな来ちゃった、みんな来ちゃった。違う、そういうことじゃないんだよ、そういうことじゃないんだよ。とりあえずこいつは倒せる。よし、このエンチャ終了。よし、あ、いけるんじゃない。あー、いったかな。よし、ふう、やはりエンチャントこそが最強だな。至高なりよ。おっと、これは怪しい。おお、うわ、ちょちょちょ、いいよ。何何何、あれ、あ、こっちが進む方。ちょっと待って。となるとこちら側に、あ、壊せる。はいはい、オッケー。こちらはか、あれ、あ、今開かない、開かないね。ああ、下から来なさいよという感じだね。となると上、これは登れる。どこに、どこに繋がってきた。ああ、なるほどね、ここに立てなさいよと。はい、完璧。じゃあ先へ進むしかなさそうだね。あ、大丈夫、大丈夫、調べる、大丈夫じゃないよ、こんなとこ。ちょ、まったく、やっちまったな。真下にいるんだよね、なんか。真下にいるんちゃ、もう。真下にいるっちゃよ。どうしよう。どうしよう。どうしよう。どうしよっかな。とりあえず、そいつを、やるか。はい、出て。はい、下がりなさい、ここで死ぬ気。いや、死ぬ気はない、なぜなら落ちるものからです。はいはいはい、頑張りすぎよ、無理しないで。いやー、痛い。おー、ナイスー。まったく、こんな芋虫にやられちまったよ、本当に。これどっちが、どっちから来たのが正解だったんだろう。生意気だね。おお、痛い。生意気だね。おお、はい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 。よいしょ、パン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 。よし、ちょっと武器変えるか。槍にしよう。さてと、本来どっから降りてくのがこれ正解だったんだ。はい、アイテムゲッチューして、クマタン。まあ、こいつは背中取らせていただきます。あそこから降りてくるのは正式ルートだったのかな。怪しい、あの紫の光なんだよ。とりあえず上登って取り逃しがないか見てこないといけないから、上登って、あ、ここはショートカットか。ああ、ショートカットだね。戻ってきたから、なんだという感じ。あの道が、まず道がよく分かってないからさ、ここか、ここを本当は登って投げなんか。え、でおい、なんだなんだあれは。仕方ないな。あ、せい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 。いや、もうとりあえずぶっ壊し続けないといかんな。よし、恐ろしい、恐ろしいよこの仕掛け。こっちもある。はい、誰だ俺を見つけたやつ。うん、まあ遠距離攻撃しか脳がないやつだようだから。ああ、そこにいるわ。来いよ。失敗した。失敗した、失敗した。そこまでやんなくていいの。動きがでかいんよな、余計な動きまで追加しちゃうからよ。はい、
いや、ちょっと多くね、敵。やべえな。なると、こっち側の、お前。おい、おい。アイテムな。オッケー。なるほど。頭巾ですね。で、あとは、どうしようかな。まあ、雑魚を引っ張ってくるのは先か。よいしょ。はい、こっち来な。来な。こっち来な。こっちへ来て遊ぼうよ。こっちへ来て遊ぼうよ。はい、おしまい。で、あとはあの火のやつ。引っ張ってこう。はい。てか、こいつ動き早いんだよな。いって。あ、おかしいない。あれ、おかしいな。これ返すと思ったんだけど、そんなことなかったわ。違う。こんなはずは。力が。はい。はい、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 はい。変合。オッケー。あれ、あ、ちょ、食われてる。食われてる。おかしいな。おかしいな。しっかりパリで行くと思ったんだけど、気のせいだった完全に。どこだんご。下がりなさい。ここで死ぬ気。はい、はい、よいしょ。やはりこいつ嫌いだな。あのワンワン嫌いです。あのワンワン嫌いです。君は良くないと思います。そういうの結構入り組んでんね、ここね。あ、痛い痛い痛い。あ、もしかしてこっちでも壊すの？あー、てか、お嬢さん？お嬢さん大丈夫ですか？それそこにいて。ギリギリ安全なところに立ってたのか。やるな。やはり私とはレベルが違うということを言いたいのかな。あ、立てられる。はい、OK、普通ランクアップ。あ、アイテム取り逃してるじゃん。あれ？あ、ここにいたやつ、アイテム落としといてくれたんだ。ありがてえ、ありがてえ。よいしょ。さて、で、このまま先に進んでくと、あの、なんか。私たちがこの地を訪れたのは、継承国、劉氷殿の求めを受けたからよ。劉氷。来てみたら、すでに行方がわからず、継承もこのありさまだった。きっと彼は、暗躍する影に気づき、弱みで同族の玄徳様を頼っている。あー、なるほどね。ようわからんけど。で、これショートカットっぽいな。一番最初のところじゃないか。最初にあったこちら側から開かない。あー、そうだそうだ、正解だね。はい、抜いて開けると。よし、じゃあこれで回復をして、なんか強そうなやつがいたから、強そうなやつちょっと倒してくるか。トン。下に降りてトン。で、この宝箱が開けてないから、オープンザボックス。これは良さそう。邪法同士だ、やだ、やだ。邪法同士の頭臭そうなんだもん。臭そうじゃん、なんか。邪法同士なんか臭そうじゃん。よし。そしたら、火、土。で、あいつに。くれ。あ、はい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 、はいはい、オッケー、ちゃんと返した。やるじゃん、たまには。たまには俺やるじゃないか。これ防御力ダウンで、はい、オッケー。おやすみ。お休み強かったよ。さて、こんなもんかね。ああ、これだけじゃないよね。そらそう、宝箱ぐらいありますわ。さて、で、あそこにある、あー、仕方ねえな。引っ張るか。はいはい、よし、来た。強いわよ。よし、気を抜かない。オッケー、完璧なタイミング。オッケー、オッケー。先手必勝でござす。先手必勝にごわす。
軍拠立っている、どっこいしょ。で、なんかいるの、なんかいそうな雰囲気をするね。まず、まあ、とりあえず君よ、はいはい、あ、お前か、痛いな。オッケー、この、これよ、まったく失礼しちゃうわね。で、カーンはあえてカンペンって言わないけど、彼の妻はカーンの志の枷とならないよう自ら身を引いたみたい。子を育て命を懸けて守り、再び父に向けに行こう。まさに英傑の妻ね。へえ、かっこいいじゃん。これ回収だ。あー、なるほど、いいか、おいよ、おいおいおい、あそこにクマがいいんだよな。クマトラ、クマトラ、トラクマ、クマ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 トラ、クマトラクマトラトラクマクマクマ、めっちゃビリビリしとるなあいつ。先手必勝、はい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 、よいしょよいしょよいしょ、オッケー、先手必勝よ、勝ってなんぼやろう。ここが楽、開かないか、さすがにここも開かない。あれ、これって戻ったとこじゃね、こっち側じゃなくてさ、なんかあったよな、なんか行けたよな、紫色になってるから多分ここじゃないルートでなんか行けたのか、もしかして。ここか、あー、オッケーオッケー、これで戻ってきたのか、はい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 、オッケーオッケー、なるほどなるほど、これ落下してきたとこだ、なるほどね、オッケーオッケーオッケー。そしたらとりあえずあそこにいるやつを一体釣る、一体だけね、一体だけ、よし来いよ、こっち来いよ、くらえ、おいおい、よいしょ、2回しかパーリーできなかったけど十分だよ、はい、へい、気持ちいいねやっぱりね。で、あとは猿がいるから猿を引っ張る、あれ、よし、猿チューン猿チューン猿チューン、いや、こっち来い、こっち来い、ほらほらほら来なさい。ちょっとさ、あれなんだよな、よいしょ、タイミングが分かりやすすぎて逆にできないんだよな。もっと早く来るんじゃないかっていうね、警戒しちゃうんよね。これが開くようになると、オッケー。で、この上のやつは上から降りてこなきゃダメなパターンかな。あ、なんかそうっぽいな。ここにいる、お前よ、なんでジャンプできない、なんでじゃ、なんだなんだなんだなんで、なんでできなかったの、なんか急にジャンプできなくなっちゃった。で、オッケー。あとはまあ見るべき場所はこの奥か、あの紫色のとこ大丈夫かな、体に悪そうな色してっけど、あー大丈夫だ、すげえ体に悪そう、なに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 、誰誰誰、あ、お前か、お前、お前、お前よ、2対1やぞ、2対1やぞ、勝てると思うなよ、勝てると思うんじゃねえぞ、よしよし、筆頭保身、この辺は入れないか、なるほど、おー、何、あー、なんかなんかすごそうよ、なんかすごそうよ、あ、なんかいるわ、あいつを見ていくと横から襲われるパターンだな、オッケー、そういうパターンか、さあ、いけいけ、ビシビシいけおい、きせえ、目の前のやつを素通りさせるんじゃない、もう何何やってるん。
で、そこにいるから一体釣る。よし、こっち来い。あいつ強いわよ。気を抜かないことに。えい。えい。完璧。えい。はい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 。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。オッケー。ふう。まあこんなもんよ。まあこんなもんよな。あれ。おっと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 。よいしょ。オッケー。でこれ中なんだ。そぞかしいもの。まあいいもの。ああパンダいい人はいるね。ちょっとアイテムあげよう。ほらお食べ。お食べ。お食べ。何くれるかな。何くれるのかな。うん、はーい、ありがとうございます。でこれんどうやって出す。あ、こっちから出ればいいだけか。来た道戻れば OK だよ。で反対側。ああ、あなた、あなたいるのね。はいはい、よし OK。 はいはい、痛い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 。はいはい、よいしょ。オッケー、これとどめーと。そいつは任せたぞ。任せらんないか。さてと、これでオッケーかな。開く。え、待って、これでちょっと待って、ボス行っちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、これボスだよな、これボスだよな。ちょっと待って、ちょっと待って、途中全然行ってないルートあるぞこれ。ちょっと一回戻るわ。戻るね。まったく通ってないルートあるわ。上か。ここだよな、これ。この先、この先、この上どうやって行くんだ。上ジャンプどっからか行けたりするのかな。ほら、そこも行ってねえしさ。あ、こっちか。オッケーオッケー。ああ、普通にあるわ、普通にあるわ。で見て、ふざけんな。よいしょ。毒をパリーする、なんという素晴らしい。でまずこれでしょ。で降りて、これ開く。で、これ1個目か。OKOK。で、これを刺すと、はい、士気ランクが上がる。士気ランクで、腹痛ランクか。で、ここがいきなり、ほんと、え、で、これなんかいるな。これなんかいますね。ちゃんと防御。なんかいるな。あー、いるね。だよね。ちっちゃいのもいる、ちっちゃいのもいる。ふざけんな。はい。見えねえんだ、見えねえんだ。はいはい。まず一体。で、次、お前。どう届かない。暗い、防御力ダウン。はい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 。はい。よいしょ。オッケー、いける。よし、はい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 。あっ、おしまいか。ふう、カブトゲット。でこれ上か。上いけそうだね、上いけそうだね。ああ、これだけじゃない。あ、これだけ、これだけか。あれ、まだ行ってないとこあんのな。僕らまだ行ってないとこありますよね。死んじゃうよ、死んじゃう。僕死んじゃうよ。あと上だ。どっからか上行けんのか。どこだ？これ戻らなきゃいけないかな？そこにあるやつは、上から降りれば OK でしょ？ OK、OK。で、ここに刺す。よし。
で、あと一個。あと一個あるんよ。あと一個あるんよな。あと一個あるんよ。あと一個あるんよ。そこそこそこ、そこは、なんだ、どうやっていくんだ、これ。上だな。とりあえず上行きましょうか。とりあえず上。あ、ちょっと落下ししてしもた。どこまで戻されるこれ。あー、ここだよね。なんとなく分かってたけど、だるいな。まあ行くしかねえ。ここなんだよな、さっき落ちたとこ。こっちから行けるな普通に。あー、ここは見たことあるわ。違うな。あそこの洞窟どうやって行くんだ。上に立てた後下に降りるのか。あー、なるほど。なるほどね。了解した。じゃ戻るしかないよ、どっちにしろ。あったあった、あそこだ。となると、普通にジャンプして、あ、これでいけるじゃん。これで、OK、全部だったな。あなた、技だけじゃなく、頭も冴えてそう、ね、そらそうよ。玄徳様は今、乱世を治めるために兵士を。あなたならちょうど良さそう。考えてみて。ちょうど良さそうだと。最適なんですわ。ちょうどいいんじゃなくて最適なんですわ。よし、じゃあラストだな。あの檻のとこまで移動しようか。よし、というわけで戻ってきたので、早速ぶち立てていくか。あ、お前のせいか。よし、立てようか。ぶち立てようか。よいしょと、オッケー、これで全部。完璧だね。よし、じゃあ一旦休憩してから先進もうか。まだ足りない。まだ輸送意識を装備できねえよ。もう少し欲しいな。くっそ。仕方ね。よし、というわけで休憩完了。いやー、もうちょっと土徳積まねえと、私の装備は完全にならねえわ。惜しいところですな。で、これ、え、あー、あのパンダは、出会ったことあるな。いやいや、あなたと一緒に戦うのでお願いしますね。誰？いや、誰？ほら、リアッとかましてく。誰？助かりました。領収。あなたたちは。吉兆とか言ってたやつか。再生のために炎術の拠点を探っているの。私も目的は同じ。なんか書き置き残してたやつかな。しかし志半ばで。これはあなたのもの。命があってよかったわね。あとは私たちに任せて帰りなさい。わかりました。箱？一つ願いを聞いていただけますか？お前敵か？何のつもり？炎術に挑む力を備えるならば我が剣技など造作ないでしょう。あ、そういう感じ？力試しってこと？ですが、ヒップの言うならば、ここで止めさせていただきます。あ、もう捕まってたやつがやることじゃねえんだよな。助けてあげた。はいか。ずいぶんな。ずいぶんな物言いですね。ずいぶんな物言いだよな。これ。はい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 。はい。どんどん攻めていいぞ。どんどん攻めていいぞ。この角に追い詰めちゃえば。私の勝ちだから、そんな。はい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 。ほらほら、攻め、もっと攻めな、もっと攻めな、もっと攻めてけ、もっと攻めてけ。いいいいいいい。いや、でもさ、前回の太刀筋が強すぎたせいか全然こいつ怖くねえよ。マジ
ジで耐震が強かったんだな。まだその程度ではよいしょ。まだまだそら防ぎきれねえよ我々の。我々の力は防ぎきれんぞ。もういいだろ、俺を認めてくれ。いやさすがに終わんか。いや終わったか。終わったな、ビクトリー。お疲れ。止めさせてもらおう、私がな。シュ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 。あなた方の決意、しかとこの身に刻みました。まがまがしき剣やな。遠心の時以来か。あ、知り合いですか。息災であったか。玄徳様、この者がそれを。これは地図か。この辺りの地形や妖魔に襲われた村が一目でわかる。失礼した。私の名は劉備。そなた名は。ああ主人公に対して言ってたのか、息災がどうのこうのって。善福とでも呼んでくだされ、うん、善福呼べねえ。そなたの最地と志が刻まれたこの地図、反復になっちゃうな。まだ役目を終えていないのだろう。そなたの目指す世のために使ってみてはどうだ。人たらしが、人たらしだな。兄弟の過ちは兄弟で償う。絆に縛られて滅ぶがいい。失意の底でも最後まで失わなかったのは仲間を信じる心。これからも増えゆく絆のために私は再び前へ進もう。炎術は自ら妖魔となり、妖魔の国を築こうとしております。奴の非道を止めるため、私が導きましょう。となると次回、炎術の戦いという形でしょうかね。あ、なんか当然話すんだろ。劉備殿は囚われた民の救出に、私たちはここから拠点内に潜入し炎術のもとへ。美婦人は劉氷殿の捜索をお願いします。炎術にとって劉氷殿はまだ利用価値がある。楽観はできませんが生きているでしょう。おそらくこの地のどこかに。へえ、鮮やかに策を打つのね。いいわ、任せなさい。あなたたちも気をつけて。炎術の力は慶州全土に及ぶほど強大よ。死んだら許さないから。死んだら許さないからね。あなたたちの決意を試すため刃を向けたこと、どうかお許しください。人の心の闇ばかり見てきた私には、人を信じることは妖魔を倒すことよりも難しいのです。私も幼い頃から患者として育てられたの。その気持ちはわかるわ。でも今は味方よ。私たち全員の力を存分に使って成し遂げてみなさい。あなたが命を懸けて描いた炎術撃破への術策を、さあ一緒にこの慶州を救うわよ。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回この慶州を救うということで、やっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけでここまでの語りは私コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。ふむ、やはり最後は妖怪との戦いということになりそうだな。